はい、皆さんこんばんは。2月1日月曜日、しゃべくりまっしろ第275回の時間がやってまいりました。今日のまっしろはですね、もう曇り空でですね、その周りの山のね、景色が見られないっていう形のまっしろでございました。今日のゲストをご紹介いたします。NPO 法人夢空間まっしろの街と心を育てる会、理事長さんのですね、加山敦美さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。設立から15年目になるっていうのでですね、その設立から、まあ、現在までっていう形でですね、ほんの少しの時間ですけれど、ご説明いただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、夢空間の事務所ですね、はい、こちらにありますけれども、今ここにございますね、マッシュル駅がここにありますけど、これからずっと長野インターから降りてくると、ちょうど突き当たった左側に昔のセブンイレブンのところっていう形ですね、夢空間の事務所がございます。そうですね、今度は夢空間とすればどんな組織かっていうのをですね、ちょっと説明していただければいいかなというふうに思います。はい、まあ、こんな形でですね。そうですね、夢空間の場合はですね、はい、住民参加で町の良さを発揮しようということで、はい、町を活性化するための住民参加型の組織 NPO 法人なんですけども、はい、まあ、さまざまな歴史的な文化遺産が豊富にある町を、それをなんとか生かそうよということで、はい、まあ、町は本当に好きだと思っている人たちが集まってきた、はい、そういう組織ですね。なるほど。はい、まあ、こちらにも今パネル、大きなパネルがあるんですけども、ね、はい、これでもってちょっと説明してもらえますかね。そうですね、はい、まっしろは、まあ、非常にですね、歴史とか文化とか自然も豊かだしですね、まあ、そういった全体的なこう豊かな自然歴史も含めた形でもって、まっしろ全体をですね、信州まっしろ丸ごと博物館っていうようなことでですね、捉えて、はい、住民参加で活性化していこうという取り組みなんですね。で、特に真田宝物館という拠点がありますけども、はい、周辺にはですね、武家屋敷ゾーン、うん、そして商人の武家町屋ゾーン、それからお寺もたくさんあります、ね、はい、そして周辺はですね、非常に歴史文化豊かな、自然も豊かな里山ゾーン、はい、この4つに分類できるかと思うんですけど、うん、まあ、そういったそれぞれを生かしてですね、連携しながら、こう丸ごと博物館だよということで、まっしろが活性化すればいいかなっていう取り組みをずっとやってきてますね。なるほどね。はい、この名称なんですけど、まっしろの町と心を育てる会、ちょっと噛んじゃいそうな長い名称ですけど、はいはいはい、このいきさつはどういうあれなんでしょう。そうですね、まあ、夢空間っていうことはですね、はい、みんなでですね、はい、こうどんな名前にしようかなと思ってみんなでこう出し合った中でですね、まあ、夢のあるような空間にしていねということで、うん、決まったんですけども、はいはい、町の町を育てる、うんうん、一つは町も育てなきゃいけないけども、うん、人々の心も育てなきゃいけないね、いうことで、はい、これ両方くっつけたんですね。なるほどね。で、特に当時はですね、町を、はい、誰か何かやりだすとですね、はい、すぐ足を引っ張るというようなことでですね、はい、そういう空気が強かったんですよ。あ、なるほど。そういう気持ちを切り替えていかなきゃダメだと思って、それをみんなで応援しようよというふうな、街にならなくちゃよくならないんじゃないの、うん、って言ってつけたのが町の町と心を育てる会という名前なんですね。うん、はい、まあ、この設立当初っていうのはこれが平成13年っていうですね。あ、そうですね。これと設立する準備する段階ってどんなあれだったんですか。そうですね、当時はですね、やっぱりこう5人で呼びかけをしたんですよ。で、会議所のメンバー5人でですね、はい、町を良くしようよというところでやったんですけど、そのためにですね、こちらの方の、はい、取り組みの中でですね、はい、町全体が博物館だという取り組みの中で4つの項目でですね、中心市街地を活性化しようという長野市の計画がありました。で、そこに参加をした人たちが
核になって呼びかけたんですけど、まず一つはですね、上から町らしい町並みを作ってこうよというのが一つです、はい、それから2番目は歴史と文化を生かした観光商業を振興ということですね、うん、歴史文化がたくさんありますので、それを生かしてやっぱり観光商業、はい、商業も活性化しようと、それから来訪者を迎え入れるおもてなしの心を醸成しましょうということで、うん、やっぱおもてなしの心、うん、あったかく、ね、外から人を迎えしようと、うんね、はい、それから人に優しい交通環境を整備しようと、うん、この4つの項目で、うん、この中心市街地活性化協議会基本計画ができたんで、ええ、それをですね、ええ、市民参加で取り組んでいこうというのが、うん、夢空間の一番基本にあります。現在も続いてるっていう形で、そうですね、これが基本ですね、全て。はい、まあ、それに合わせてですね、こういったガイドブックなんかも作って、はい、っていう形ですね。そうですね、このガイドブックはですね、はい、まあ、この今の先ほどの趣旨に沿って町所にある、はい、の中にある歴史的な文化遺産をですね、はい、やっぱりあのみんなで、手分けして歩いてですね、はい、そして発掘してきて、はい、良さを発掘してきて、それを町歩きコースにしてですね、うん、写真に撮って、はい、コース作りをしてきたということで、これの中には20コースくらいですね、はい、まあ、紹介されてるかと思いますね。なるほどね、はい。あとはこういった松代に民話もたくさんあるんですよね。そうですね、まあ、こういった冊子も作ったりとか、はい、あの建物だけじゃなくてですね、はい、そういう伝わってきた民話っていうのもたくさんあるなっていうことが分かってきましたので、これもただこう発掘するだけじゃなくてですね、はい、次の世代子どもたちにも伝えていこうということで、うん、民話の紙芝居を作るチームができまして、そして絵の得意な人たちにもご協力いただいてですね、はい、うん、紙芝居を作ったということで、うん、まあ、もうあの清泉女子短大の生徒さん、学生さんなんかのこうご協力もいただきながら、はい、まあ、30作くらいはねできて、うんうん、まあ、いろんな活用がされてますので、ね、はい、あとはこれ松代って一町五ヶ村あれですよね、はい、合併してっていうようなね、はい、なってますけど、はい、これもう全部5つ一通り全部できましたですね。そうですね、これも結構時間かかったんですけど ね、1年に1個ずつくらい、はい、5、6年かかってるんですかね。そうですね、やっぱね、うん、真っ白の場合は、一町五ヶ村ということで村単位のものをですね、うん、合併してできた町なんで、はい、それぞれの地域にですね、非常に歴史があるわけです、ね、うん、そうですね、まあ、これ、みんなね、うん、同じぐらいの厚さで全て網羅できちゃうみたいな形なので、ね、ちょっと住まいになっておりますね。地域地域で特色があってですね、はい、あの素晴らしい歴史があるかと思いますね、はい、まあ、これも先ほど言いました、あの何ですかね、潜水路、潜水路っていうのでね、はい、お庭拝見なんていうのもこれあるっていう。そうですね、年2回やってますけどね、はい、これも地域にあの武家屋敷があったりするんですけども、はい、真っ白はですね、山に囲まれた扇状地にできてるんですね、でその水路をですね、うまく活かして武家屋敷の中に水を流してですね、うん、その中に各お宅の中に水を排して、そしてまたあの池とかですね、潜水路って言ってますけど水路があって、うん、まあ、最終的にはあのお城の方にの堀に流れ込んでいくっていう、はいはい、ね、うん、そういう伝統的な文化があるので、これをですね、はい、やっぱりきちっと保存しながら、うん、次の世代に伝えていくということが非常に大事かなということで、はい、そのための保存活動のため のお庭拝見っていうのをですね、はい、年2回やってますね、はい、そうすると、あの所有者の方もこれ非常に大事な文化遺産なんだと、合わせて外から来る人たちもですね、みんなで、はい、うん、盛り上げようということで、うん、機運が盛り上がっていくかと思いますね、はいはい、まあ、その他にですね、登録有形文化財の推進という形で、はい、結構いろいろとねやっていますけれども、そうですね、はい、こちらの方でも登録有形文化財、登録の有形文化財、これは文化庁の取り組みなんですけれども、文化庁の中にですね、国の登録有形文化財っていう推進する課がございまして、はい、これを真っ白の中に取り組もうということでですね、はい、取り組んできたんですけども、はい、まあ、現在までに相当数、ああ、そうですね、こちら見ていただければ、はい、36箇所79件ですね。そうですね、こういったあの町屋であったり武家屋敷であったり、それからお寺であったり、はい、神社だったりとかいうするわけですけども、はい、まあ、こういったものをですね、国の文化庁の登録有形文化財に指定されることによってですね、まずは所有者の方がこれを後世に伝えていこうと、壊さないでやっぱりしっかり保存しようという気持ちになってきますし、そして文化遺産として
登録されてますので、うん、みんなで大事にしようという機運も高まってくる、うん、ということですかね。はい、はい、まあ、その他に先ほど言いました、街歩きっていう形ですね、はい、まあ、こういった形で、まあ、年間行事、はい、結構月に 1,2 回ずつやっていますけれども、はい、こういった取り組みっていうのもずっとやってこられたですよね。これはやはり町の中の資産をですね発掘する中で、はい、点として存在させるんではなくて、やっぱり線として面として存在させながら、はい、やっぱり街歩きをすることによってですね、うん、生かされるというか、うん、生かすと、うん、っていうツアーをですね、うん、まあ、ガイドを養成しながらですね、はい、年間数十回ですかね、はい、取り組むことによって真っ白の良さをよりこう広く知ってもらおうと、深く知ってもらおうという取り組みですね、はいはい、うん、はい、まあ、そちらに見ていただくと、今写真なんかもね、はい、その取り組みなんかも何箇所かこうやってますよね。そうですね、はい、街歩きというようなことでですね、はい、これは町屋の中の町屋ウォッチングということかと思いますし、はい、それから里山ウォッチングだったりお庭拝見だったりということですかね、うん、はい、はい、まあ、現実にはそんな形でですね、はい、まあ、今回も一応こういう町歩きガイド募集という形でですね、はい、今27名ぐらいかな、はい、いらして、で本番は2月の7日からという形ですね、はい、まあ、こういった形で、募集をして参加していただいて、そうですね、今年はサラダ丸ということでですね、はい、かなり真っ白に関心が高まってきてます。サラダ10万石の城下町ということで、サラダ信行さん、はい、初代藩主が、まあ、ドラマにも出ますけども、そのゆかりの地っていうんですかね、サラダのゆかりの地をですね、やっぱりガイドを街歩きガイドに一緒になって歩いてもらうとですね、うん、だいぶこう様子が分かりますのでね、ただ単にこう歩いただけじゃ分からない深みのある取り組みができますので、はいはい、そういったガイドを養成しながらですね、はい、街歩きをより活発化していこうという取り組みしてますね、うん、はい、最終的にはこちらへ行くって形になりますね。そうですね、そういうことですね。これはさらに終わってもあとは継続できるそうですね、はい、まあ、その後こういった形でですね、はい、実際に真田丸としても、動いてるっていう形ですね。そうですね、真っ白城からこう何ですか、大英寺とかいろんなゆかりの地をぐるぐるっと1時間40分くらいですかね、うん、歩いて、はい、回れるということで、要所要所でこう説明しながらですね歩いていくというようなガイドツアーを今やっているところですね、はい、はい、まあ、その他にですね、真っ白からはたくさん の人物がってからですね、はい、出てますよね、まあ、こういったマップもできたりとかっていうので、はい、これも またあれですね、こういった形で街歩きもできるようにっていう形ですね。そうですね、まあ、非常に何でしょうか、明治以降、江戸時代からですね、明治にかけて、はい、それからその後もですね、ええ、非常に多くの社会的な貢献された人物がたくさん出てるわけですね、ええ、まあ、こんなに小さな町でこんなにもこんな人たちがいっぱいいるのかなという、はい、びっくりする方なんですけども、まあ、はい、佐久間象山先生をはじめとしてですね、はい、松井須磨子さんとか、はい、草川新さんのとか貝沼実さんとか、こういったですね、童謡作詞作曲家も含めてですね、まあ、非常にこう一人一人こう掘り下げていくと、こんなにも日本の中で近代化する中でですね、社会貢献した人がたくさんいるんだなってことがよく分かりますけども、うん、まあ、こういったところにですね、はい、ただやはり案内看板作ったりとかですね、はい、しながら街歩きコースを作って、みんなにこう巡っていただいてですね、うん、この真っ白の人物に思いを馳せて、はい、そしてまた今の真っ白のですね、発展につながるような、はい、そんな取り組みができればいいかなということでやってきましたね、はい、また夢空間とすればですね、こういったまた樋口家住宅であったり寺町商家であったりとかで、はい、ね、管理委託受けたり指定管理になったりっていう形にはしてありますけどね。そうですね、こちらの長野市のが整備した武家屋敷、はい、いや、これは町屋なんですけども、はい、まあ、こちら樋口家住宅は真田邸のすぐ近くなんですけども、 そうですね、はい、そこは管理委託ということで、はい、5年丸5年くらいになるんですかね、はい、こちら寺町商家の方は、去年の4月から指定管理者として、夢空間がですね指定管理を受けてますので、まあ、運営に当たっているということで、はい、より活発化しながらですね、有効活用しながら町を元気にしたいなという取り組みですね。なるほどね、はい、まあ、今回は文化財でありながら、貸し館もやったり、食事っていうんですかね、軽食もできたりとか、は
いろいろな取り組み、初の取り組みみたいな形ですね、まあ、テストパターンじゃないですけど。そうですね、これ、うん、行政が運営していくとですね、まあ、貸し館でただ場所を貸すだけになってしまうと思うんですけど、NPO、私たちが取り組むことによってですね、いろんな活用案をですね、提案しながらですね、実際にワンデーシェフというような取り組みとかですね、それからギャラリーにしたりとかですね、さまざまな活用がなされてて、まあ、非常ににぎわいを持つ場所になってきてますよね。そうですね、はい、まあ、中心市街地の中でこう動きっていうのはですね、ちょっと違ってきてるね、はい、やっぱりお城とかこの近辺のですね、武家屋敷ゾーンだけで人がとどまってんじゃなくて、やっぱりこれ町屋の方に人を引き込む非常に強力なマグネットとしての役割を果たしてるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、あとはですね、その NPO に加山さんが関心を持ったっていう、そういったお話ってちょっと聞かせていただけますか。そうですね、平成12年に国の方で NPO 法っていうのが改正できましてですね、これはそうですね、阪神大震災の後に、ボランティア活動が非常に活発化になったと。それはやっぱりこう継続させるにはですね、法律が必要だということでできた法律なんですね。で、私どもまちづくりやるにもやはりこう社会的な信用度っていうものをですね、高める意味でもですね、また活動の継続性という意味でもですね、やっぱり NPO 法人化する必要があるんじゃないかなということで、まあ、初年度は任意団体でしたけど、2年目にですね、なるときにちょうど法人化をして、今日に至っているということですね。はい、まあ、これからの夢空間の取り組みっていうのは、理事長としての取り組みっていうのはどういうお考えですか。そうですね、これだけ資源のある町っていうのは総全国にもあるわけではない、ないのでですね、この資源を生かしながらですね、やはりボランタリーだけではなくてですね、もうちょっとその上のランクに行くという、いわゆる経済効果を発揮しながらですね、町全体がやっぱり活発化する、活性化すると、いった取り組みまで持っていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。一つには真っ白駅などもですね、非常に大事な大正11年の駅の駅舎がですね、廃線後のも残ってますので、それをやっぱ保存しながら活用していくとか、それからこの町役センターのある拠点のある八田家のですね、お宅も江戸時代の豪商のお宅だということで、松尾、にとっては非常に大事な町屋ではないかというふうに思いますので、こういったものもですね、将来的に保存されながら、観光の拠点、中心拠点になっていくような、そんな取り組みにまで発展しながらですね、町全体が元気になる、それから住んでる人たちも元気になる、そういった取り組みにこう進化させてい、いければいいかなというふうには思ってますね。はい、分かりました。まあ、今日はお忙しい中ですね、ほんの、かじりって言えばおかしいけど、いろいろとやってる中でですね、ちょっと一通りざーっと流していただきましたけども、まあ、これからも頑張ってやっていきたい、やっていっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。いや、三田さん、お疲れ様でした。はい、いや、15分じゃ大変だったね。うん、ちょっとね、1割か2割ぐらいしか喋ってねえんじゃねえよ。いやいや、いろいろあったんでね。いやいや、本当にね。お疲れ様でした。はい。はい、ですね、今予告ですけどね、今これ長、松代町のね、松代商店街連合会、これが主催でね、町ゼミっていうのをやってるんですね。これで2回目、昨年に引き続いてね、2回目やります。で、この中でですね、普通のお店の方はね、参加していただくんだけど、お店の店主がね、まあ、一般の方募集をして、で、来ていただいて、
で、あの商売やっちゃいけない、商売じゃない、あのコミュニケーション取るよってね、店主と、ね、一緒に、ね、お話ししたりとか、こういうふうにやったらいいよとかね、あのいろんなあのお話をして、それで自分とこのこういうあの勉強をしていただくっていう形ですね。何問ぐらいですか、これはね、50件までで、32件、今年は、ね、32件ですね。いろいろとねありますよ、町歩きセンターもあるんですよ、安蔵川をあの講習会っていうの私やるんじゃないけど ね、はい、そういうのもやったりとかいろいろありますね。病院であったりとかね、あとそうだね、こうやっていろいろと、お店の特色を出してね、やってます。まあ、写真屋さんもあったり、お菓子屋さんもあったりとかね、医療費屋さんもあったり、写真の撮り方とかね、そういうのもあったりね、いろいろとやります。でそういったものをね、1日から、期間はあのね、1日からね、3月の、ま、あね、3月ずっとやってるわけじゃないですよ。あのね、3月、そう、期間がね、3月15日まで、はい、これはね、あのみんな申し込んでいただいてやるっていう形ですね。そんな形です。それでは来週の予定を、はい、来週はね、まだ私らさせていただくんですけども、はい、もう大変ですね、はい、これマッスロソコミュニティクションマッスロソ、はい、お風呂ね、大好き人間でいっぱいいると思うんですけども、はい、この社員さんにね、ちょっと来ていただいて、はい、マッスロソの社員に聞くっていうので、なるほど、あの内容は聞いてからのお楽しみでそういうことで、スクビルじゃありません、はいはい、そういうことでございます。楽しみですよね、そういうことでお願いしたいなと思います、はいはい、それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。楽しみに。